皆さんこんにちは、あさひです。本日もクリスマスコフレ開封ウィークということで、購入したものをね開封していきたいと思います。で今日ご紹介するのはこれも可愛いですよ、こちらです。サボンで購入したセレブレーションウィッシュズというホリデーコレクションですね。サボンのホリデーコレクションはこのパッケージもすごい可愛いですよね。毎回こういうあのホリデー用に用意されているボックスに入っています。ではね早速中開けていきたいと思います。このリボンを取って中を開けるとじゃらーん、わーこれも綺麗に収納されている、素晴らしいですね。ホリデーコレクション限定のカオリンのボディスクラブ、それのスプーン、そしてローション、シャワージェル、あとディフューザーですね。これも香り系のものがセットになって1万2000円のホリデーコレクションになります。これもね本当にいい香りだったんですよ。事前にあの香りをね試しに行ったんですけれど もう本当にすごいいい香りで気に入ってね、もう即決したんだけども、結構強い香りなのかなと思ったら意外とねそこまででもなくって、ベースの香りがジャスミンとパチュリで、それにプラスして、マンダリンオレンジとピンクベリーの香りがついているものになります。で例えばあのスクラブだったら入っているオイルとかクリームの成分によってあの香りは一緒なんですけども、若干この引き立つ香りの違いはあったりした印象ですね。でスクラブはこういうサイズの、あの普通のサイズよりも小さい 200g のサイズになっています。パッケージもシックな感じで、普段サボンのスクラブってガラスの瓶に入っているんですけども、プラスチックの瓶で結構たっぷりね入っています。キャー使うの楽しみ。サボンで人気のパチュリラベンダーっていう香りがあるんですけれども、それが好きな人はね絶対好きだと思う。あのジャスミンがベースでは入っているんですけども、私が知るジャスミンの香りはあまりせずに、それよりもパチュリの香りの方が強く感じました。続いてシャワージェルですね。こちらも 200ml のものが入っていて、まあ、シャワーオイルなので保湿力もねいいかと思います。あーいくらでも嗅げる匂いですね。こうあったかみのあるね香りだから、このホリデーシーズン、寒いシーズンにはすごくなんかこう心温まるような香りだと思います。そしてボディーローション、こちら 140ml 入っております。こちらも中開けてってみます。おそのまんま入ってる、こんな感じでなんかヨーグルトみたいに入っていますね。香りが最高にいいですね。うん、なんかねこのローションに関しては少しアーモンドの香りが、こうシアバターが入ってるからかアーモンドっぽい香りもする感じです。なんかまろやかな感じの香りにかした気がする。めっちゃいい匂い。こう大人っぽい上品な香りもしますね。で馴染ませるとすごいサラサラします。サラサラします。なんか発音が変だな今日。サラサラします。でこのクリームは特にですね、この塗ってすぐとあのちょっと置いてからの香りが変わってくるように感じましたね。最初の方はまあフレッシュなパチュリと、あとマンダリンオレンジ、ピンクベリーっぽい香りはするんだけども、後半はすごくこの落ち着いた感じのパチュリが強くなる気がする。なんかすごい説明が難しいですね、香りの説明って。もうとにかくいい香りです。そして今回はねディフューザー 100ml もついております。こちら約1ヶ月香りが持続するみたいです。で全体的にこの寒いシーズンにぴったりな香りなのかなと私は思うので、あのもうすぐ使おうかなと思ってます。てか開けようかな。あのリサちゃんもそういえば買ってたよね、購入品で紹介していた気がします。今回のこのコレクションの香りすごい気に入ってたけども、確かに気に入る香りだと思いますね。リサちゃん好きそう。キャー、これ開けるのちょっと怖い、なんか硬い。これはちょっと硬すぎるよね。ちょっと不良品だったかもしれないです。キュッてねあの瓶を開けるような感じの作りになってるんですけれども、全然開かなくってギュウギュウやってたらはい折れました。ショックですね。ちょっとこれはあの電話します。はい、残念。今日今すぐ使おうかなと思ってたんだけどもさせませんでした。ちょっとこれは硬すぎましたね。これ皆さんも気をつけてください。中液体なので勢いよくやったらポーンってびしゃびしゃになっちゃいそう。じゃあその代わりに今回はこのチャームの方の香りを使ってみようかな。はい、こんな感じのねボックスに入っていって、中はおーかわいい、
こういうの使ったことなかったからすごく嬉しい。こういうものにこのね、あの香水みたいな、こちら同じ香りがついてるものを吹きかけてお部屋に置いておくっていうやつですね。1回3プッシュ1週間香りを楽しめますと、50回分、付属のこのね中に入れて、まあこうぶる下げたりとかね、ドアノブのとことかなのかなこういうところにね使ってくださいということらしいです。なんかもうすでになんかいい香りがするんですけども、今回のホリデーコレクションの香りとは違う気がしますね。なんかもともとついていた香りと混ざってよくわからなくなってますけども、とにかくいい匂いなことは変わりないですね。うん、いい香り、お洋服の香り付けみたいな感じで使おうかなと思います。で、事前に予約した方にはプラスアルファこちらバスボール、バスボムですねがいただきました。これがダブルローズっていう香りで、本当に凄まじいローズの香りがしますね。ローズエッセンスっぽい香りです。これ事前予約したらね、こういう付属品とかもあったりするので、まあ、そういうのもすごく嬉しいですよね。ということで今日はサボンのホリデーコレクションをご紹介していきました。もうなんか落ち着かせてくれて、女子力を上げてくれるような香りで、なおかつこの冬の季節に浸らせてくれるっていうのかな、こう寂しい気持ちにもなりそうだし、逆にこうあったかい気持ちにもさせてくれそうな、なんかもう本当にいい香りですすごく気に入った香り。お店にもまだ在庫あったので、気になった方はね、ぜひ代わりに行ってみてください。はい、この動画が参考になったと思っていただけたら、ぜひいいねボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。じゃあねー。